はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの生が今日は、首都圏直下をお送りいたします。よろしくお願いいたします。首都圏直下が近づいていますという話ですね。あのー、まあ、画像の方、今出している画像なんですけれども、これはですね、2023年5月の、まあ、14日ですね、地震が来た、まあ、場所と規模と回数ですね。 トカラ列島を見てください。えー、14日になってから、まあ、真夜中の0時からね、0時9分あたりからトカラ列島群発地震。もう、すんごい数ですよね。そして、今度は場所が移動して、まあ、トカラ列島は九州の南側なんですけれども、今度は八丈島、まあ、東京都になりますね。東京都八,王島あの八丈島で、まあ、地震が群発地震。 これですね、あの、全然違いますよ。トカラ列島と。いや、もちろん関係あるんです。繋がってるんでね。あの、プレートの境目が揺れているので、そのプレートがガタガタ言ってるんですよ。で、それカリフォルニアで地震ありましたよね。マグニチュード5.4ぐらいの地震がね。えっ、ー、と、震度にすると、まあ、4から5ぐらいなんですよ。で、あの、カリフォルニアは太平洋プレートの、まあ、東の末端ってことですね。 で西側の末端が、まあ、関東近辺に、まあ、ずっと張り出してるんですよ。で、その関東近辺に張り出している末端が、まあ、八丈島付近なんですよね。まあ、八丈島からあの相模湾にかけて張り出してるんですけども、まあ、そこで揺れている。でトカラ列島も、まあ、プレートの境にあるんですけれども、あのー、見ての通り、トカラ列島の規模がマグニチュードを平均すると、 3.5ぐらいなんですよね。で、八丈島の方が、ちょっとこれね、力が全然違います。あの、前回の動画でお話ししましたけれども、マグネチュードが1違うと、パワーが30倍以上違うんですよ。正確に言うとまあ34倍ぐらいなんですけど、まあ大体30倍と考えた方が計算しやすいので、まあ30倍とします。 ということは、マグニチュードがもう平均5.5ぐらいいっちゃってるんですよね。八丈島。マグニチュード3.5の平均のトカラ列島と5.5の八丈島。900倍違うパワーで活動が活発になっているんですよ。30×30 30。マグニチュード2違うんでね。平均が。900倍の力が加わっているんです。全然違うでしょ。桁が900倍。約1000倍ですよ。 だからそれを考えると、八丈島で何かが起きていると考えた方がいいですね。で、これはあの、昭和のね、1923年9月1日に起きた関東大震災、も、まあ、首都圏直下ですよ。これと似てますね。あの、八丈島でやはりね、これぐらいの地震が続いたんですよ。で、みんなおかしいね、いやだねって言って、いきなり来たんですよ。全く同じパターン。だからあの、関東大震災の前も、 なんか海底の方からドカーンドカーンと大砲のような音がするって。今、神戸とか大阪でそういう音がしていますからね。まあ場所はちょっとずれてますけれども、まあ音がしていると。で、あとクジラとかリュウグウノツとか、まあそういうものが、あの、上がってしまっている。まあそれも同じなんですよね。だから全長は出尽くしてます。大体同じ。で、竹の花が咲いている。神奈川県でね。竹の花咲いていると。今回もね。もう、全長はね、全部ほぼ出てます。同じ全長は。 で、八丈島の揺れ。これもうすっごい近いですよ、だから。八丈島の揺れがね、マグニチュード5.6、5.6、5.9、5.3、5.9、4.7ですよ。これ5.9というとだいたい震度5強ですよね。あの、真下で来ると。これあの、海で、離れているから八丈島自体が震度1とか2になってるだけで、あの、3ぐらいね。震度5.9でも3じゃないですか。これ直下できたら震度5強以上行きますよ。 下手したら震度6弱だから震度5ぐらいの地震が、もうマグニチュード5.6でも、まあ、震度5弱ぐらいいくんでね、真、まあ、下で起きてるとね、深さ10キロぐらいだと。だからこれはね、まあ、あの震度5がもう5、6発連発で来てるみたいな状態になってるんですよ。これ、全身としてはもう十分ですね。うーんだ、これはね、首都圏直下でしょ、ほぼ。危ないですよ。 近い。近いと言っても自然のものだからね、今日明日に来るのか、あの、2ヶ月後なのかがわからないですけど、これ半年とか1年先じゃないですよ。もうかなり近い。ということですね。これはね、もう最大限の警戒が必要です。本当に。東京ですね。神奈川、東京、千葉。この3つ。大揺れに揺れますよ。ものすごい勢いで。 これはね、あの危ないですね。あと、えー、と山梨県も一部、甲府ぐらいまではものすごい勢いで揺れるので、あと埼玉県ですね、埼玉県も大宮所沢辺りまで揺れるということですね。これ非常に危険ですよね、本当にね、これちょっとあの本当にあのものすごい気をつけていかないといけない。重いものはすでにねあの下に下ろして、重たいものはあの落ちないように最初から下ろしておく。であともう あの、避難リュックですね。もう万全に用意をして、いつでもまあ移動できるように。これね、かなり危険な状況にあるということですね。まだまだこれ、八丈島、まだ揺れるでしょうで。八丈島揺れてね、これ、相模湾で同じような規模が起きてきて、まあ、神奈川県の一部とか東京が揺れ始めたら、すさまじく近いですよ、それは。 うん、だからちょっとね、これはねあの、要注意ですね。ちゃんと見ていかないといけない。これ八丈島の地震は非常に危険。もう目前に迫ってると思ったわけですよ。首都圏直下がね。非常に危ないってことですね。まあ、用意しておくに越したことはない。だってあの日本の政府も言ってるわけですよね。あの気,象気象庁もはじめとしてねあの。首都圏直下っていうのは、もういつ来てもおかしくないと。いやこれはあの周期的に来てるものなので、 あの必ず来るんですよ。来るんだけど、やっぱりそれはあの備えておかないといけないですねっていう話を政府もしてますからね。だからこれは本当備えておかないといけないんですよ。で、誰かが助けてくれると思ってはいけないんですよ。まあ、誰も助けてくれないと思った方がいいですね。なぜかって言ったら、壊滅状態になるんでね。要するに助ける、あの助けるその救急とかそういう機関があのもう動かないんですよ。車 あの救急車も出せないし、あのレスキュー隊も出ない、出せない、道路がボコボコになっちゃうし、電柱は倒れちゃうしね、電線は切れて火花は散ってるしね、危なくてしょうがないじゃないですか、で、あちこち爆発が起きますからね、あこれはね、あのもう車なんか走れないですから、誰かは助けに来るってことはないんですよ、でエレベーターの中に乗っていて、当然、停電しますんでね、あのエレベーターの中で缶詰になってしまう、出れない、あの中からは出れないんでね、一切ね。 この、エレベーターで、あの、アメリカのエレベーターは上から出れるんだけど、屋根壊して。日本のエレベーターは出れないようになってるんで、出れないですよ、日本のエレベーターは。だから、あの、脱出ができないんですよ、日本のエレベーターって。まあ、どうしてそういう作りにしてるのか私にも理解できないですけど、天井が開かないんですよ。アメリカが脱出できるように天井、あの、チャッチク作ってやって、手でガンガンやると、バカーンって言って壊して開けられるんですよね。で、それで逃げることできるんですけど、 日本のエレベーターってそういう仕組みになってなくて、天井もあのガチガチに、あのー、エアコンみたいなのくっつけちゃってね、送風の。全然上に持ち上がらないですから、あの、エレベーター逃げられないですね、うん。だから映画のように脱出するみたいなね、あのことは不可能なんですよ。だからど,どうすればいいかって言ったら、誰かね、助けてくれるもんで待ってなきゃいけないけど、火災起きますんでね、今度来るやつは。火災起きたら、あのもう焼けちゃいますから、出れないんでね。で誰も助けてくれない。 電気は止まったまんま。エレベーター乗ってると最悪の事態になります。エレベーターなるべくだから使わないようにしないといけないですよね。本当に。まあ、かといってね、30階のところにね、階段で行くって言わないといけないですよ。30階にあの仕事とか自宅がある人はね。まあ、10階くらいまでだったらいらないでしょ、エレベーターなんか。でもそう言うとみんな、ええっていう人いっぱいいるんだけど、いらないと思いますけどね。歩いていきゃいいんですよ、そんなのね。本当に。 あの、だって、あれですよね、トレーニングジムにわざわざ行くのに、10階から降りて行って、車でトレーニングジム行って、いや運動したとか行って、エレベーターで帰ってくるんだったら、行き帰りでエレベーターで10階降りてかあの、上がってくれば、トレーニングジム行かなくたっていいような気はしますけど。<laughs> いや、本当にそれはしないんですよね、みんなね。そういうことはしないんですよ。綺麗に運動したいんですよ、みんなね。まあ、どうなのかな危険と背中合わせですけどね、本当にね。 あの、それぐらい気をつけてないと、どこのタイミングで来るかって分かんないですよね、もうこれ本当に。私もずっと何年もエレベーターなんか使ってないですからね。8階ですけど、行ったり来たり行ったり来たり、階段ですよ、全部。今日も5回は行ったり来たりしましたね。うん、だけど全然平気ですよ、いつもだから。<laughs> いつもな <laughs> どんな重い荷物でも、もう階段で上げてますからね。根性でね。うん、まあ、体にもいいしね。あの、怖いからね。 自信が、だってその乗ってる時に来ちゃったら止まっちゃってね、ニッチもサッチも行かなくなったらどうしようもないじゃないですか。それが嫌なんですよ。<laughs> もう危険がね、あの自分でチャンスを、危険をね、招き入れるチャンスを作っちゃうってうのは嫌なんですよね。なるべくチャンスを減らしていけば、まあそのタイミングで、まあ、危険な目に合わないじゃないですか。で、うん、まあ気をつけていてもね、まあ合う時は合うかもしれないですけれども、まあそのチャンスを自分から作り出すんじゃなくて、 やっぱり減らしといた方が、タイミング的にずらしといた方がね、たぶん、あのまあ、何か被害を受けるあの可能性って低くなるんじゃないかと思うんですけどね、まあ、それはもう皆さんの判断ですけども、ねうん、ちょっと、でもこれ、気をつけなきゃいけないですよ、本当に。あの冗談でもなんでもなくて、これ、来ますんでね、あのもう十分あの逃げる用意あのしてね、備えをしてということですね。 まあちょっとね、あの、個人個人で、まあ、備えるものも若干違うものもあるでしょうから、まあ、よく考えてリュックに詰めるってことですね。まあ、皆さん、ちょっと頑張りましょう。ね、あの、生き残らないとお話にならないですからね、頑張って生き残りましょう。ということで、皆さん、今日はですね、首都圏直下についてお話をいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。